はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーをとことん愛する男、DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日ごめんなさい。何やるんだっけ？何もない。なんかあれよ。じゃあ YouTube やんな。撮影すんな、いや、コメント飽きたね。そうですね。はい。まさかの、ありがとうございます。レッズサポの方から、面白い。このチャンネル面白いと。言っていただけて大変光栄でございます。ぜひですね、マリノスサポ以外の方も、こういうちょっとふざけたチャンネルで、ちょいちょいですね、DJ トムが小ボケかましていきますので、チャンネル登録していただけたらありがたいですので、引き続きよろしくお願いいたします。なんか残留争い、なんかやばそうな感じしますね、やっぱり。そうですね、マリノスが順位15位まで下げて、ジュビロ磐田との勝ち点差が、今まだ、8ですかね？ 8、8で8 す。点。ハッチンソン？え？何？ハッチンソンのあだ名ハッチじゃねえんだよ。8、8、8。でね、柏レイソルが、アビスパ福岡に1対2で劇的な敗北をかまして、非常にレイソルピンチなんじゃないですか、これは。いや、そして、ルヴァンカップの決勝の興奮を、まだ冷めてない中で、新潟対柏という次。新潟対柏という、もう、残留争い真っただ中のこの2チームが事実上の6ポイントマッチをこの後行うと。で、まあ、マリノスはまだ、ちょっと一つこの残留争いからまだ抜けてるかなっていうような状況ではありますが、まあ、次の鳥栖戦、まあ、鳥栖もこの、勝ちましたからね、この前試合。僕ら何もない鳥栖に勝てる、ここは勝ってくるでしょうと踏んだんですが、町田ゼルビアに勝つという。まさかの鳥栖が町田ゼルビアに勝つという大金星を挙げましたので、本当にマリノスもね、油断できないですし、鳥栖に負けて、ね、次下位チームが、ジュビロ磐田が勝つなんてことがあると、その次のジュビロ磐田対マリノスのこの直接対決なんていうのはとんでもないことになりますよね。しかもジュビロホームで、まあ、ガンバ戦ですからね。相手は、ガンバは強いですけど、ホームの力は強そうですかね、この残留争いの中で。そうですね。ホームの力は、非常にですね、有効になると思いますし、で、今、勝ち点35で38に積み上げて、マリノスが万が一負けでもすると、43ということで、勝ち点差5に縮まります。で、ジュビロ磐田戦、これもう直接対決となると、もう、是が非でも本当死に物狂いで、ジュビロ磐田勝ちに来ますよね。いや、これ本当危ないですよ。やにせーんって終わったらマジ危ないですよ。これ本当に。誰？誰？ 世界の鍋やつです。世界で鳴るやつすなよ、お前。43とか言ってる場合じゃねえんだよ、お前。残念やろ、それ。43じゃないんだよ。ふざけんな、年齢層上のところにアプローチしようかな。ほんと。年齢層43歳ぐらいの人に。しかも柏対新潟、もうチケット販売終了してるんですよ。ああ、そうなんだ。え、完売？もう販売終了でございます。ええ、すごいっすね。まあ、新潟はね、まあ、本当に、あと一歩のところで優勝ができなかったんですけれども、あの試合はでも見ていて、なんか心揺さぶられるものがありましたね。いやー、新潟、あれ、惜しかったな。ポーズ TV さんの配信、やっぱ、あれぐらい言い切っていかないとダメなんですよ。僕らも。そうですね。まあ、やっはい。ぱりあれぐらい振り切っていかないと、あと Vlog とかも GoZTV さんの見ましたけども、よかったですよね。やばい、あれだけ言い切らない。まあ、本当にあれだけ言い切っていかないと、ダメですし、まあ、マリノスもね、残留争い、本当にうかうかしられないですから、もうここで鳥栖に勝てば、ほぼ残留は手中に収めたと言ってもいいんじゃないでしょうか。なのはい。で、まあ、終わってこる。こ、次の試合非常に重要になってきます。で、まあ、ガンバ大阪もね、もちろん上位狙っていく上で、ジュビロ磐田との試合非常に重要になってくると思いますので、まあ、ジュビロも本当勝つの難しいと思いますし、ここで負けて、ね、マリノスが勝つと、まあ、おそらくも残留、他の試合の状況とかも、にもよると思うんですけど、決まるんじゃないですか、マリノス。まあ、そうですね。45、6、45とか6とか、なんか、コール TV さんのあれで見ましたけど、やっぱボーダーはそのぐらいかっていう。そうですね、ボーダーはそのぐらいなので、マリノスもね、まあ、十分な休養を取って、ブリラムユナイテッド戦、火曜日か、行われます。水曜日かな？え、今週もまた試合あるんですか？今週も、ACL、やばいっすね。ブンチャン、ティーラトン率いる、ブリーダムユナイテッド戦が行われますので、11月6日の水曜日夜7時から日産スタジアムで行われます。なので、まあ、そこでしっかりとですね、またコンディション調整してもらって、まあ、どういう選手が出てくるのかというのは注目ですし、
なんかティーラというのは横浜にもうすでに来てるみたいで、エウベルとなんか偶然ばったり街で会ったみたいな、つ、と、あのー、インスタ上げてましたね、ストーリー。あ、もう来てるんですね。もう来てなんかコンディション調整してるみたいなので、まあ簡単な相手ではないとは思いますが、まあメンバーはおそらく変えてくるんじゃないですか。まあそういったところも含めて、まあどういう選手が出てくるのかっていうのは注目ではありますが、マリノスね、来シーズンに向けた動きも徐々に徐々に活発になってきております。ついに、方がマリノスフロント入りを果たしたということで、西野勤さんですね。マリノスに来た。これは非常にでかいんじゃないですか。どうなるんですかね、これで何か劇的にちょっと改革があるのか。劇的に改革はありそうですよね。西野さんが来て。まあ今はイングランドでシティフットボールグループで働きながらリモートで、まあ、マリノスの会議だったりとかにも参加してるみたいなので。掛け持ちですか？掛け持ちバイトじゃないんだよ。掛け持ちバイトみたいな感覚で、まあ、マリノス組んだよ。組んだよ、すいません。まあ、シティフットボールグループは、との提携をさらに深めていくと、横行くにも書いてありましたので、まあ、これがどういうことを意味するのか。まあ、そこはちょっと注目ではありますが、まあね、持ち株比率を増やすのか。まあ、それとも、単純にただ連携を増やしていくだけなのか。まあ、このあたりも注目ではございますが、あとは、まあ、記事と西野勤さんの、加入により、まあ、監督の人事だったりとか、そういったところも動いてるとは思いますよね。なんか、J リーグ各チーム、今日も記事出てましたけど。方ですね、ゼルビアのコーチが、はい。キムミョンヒさん。キム・ミョンヒさんが、ま、アビスパの監督になるという記事を見たら、あとは松橋力蔵監督が、横浜 F、ああ、アルビレックス新潟の、続投はお断りしたみたいな。優待で、なんかでも争奪戦になるぞ、みたいな。争奪戦になるぞ、みたいな記事も見たんですけれども、まあ、マリサポ界隈も、意見が二つに分かれてましたね。まあ、ぜひ、松橋力蔵監督、アタッキングフットボール継承するなら、マリノス来てほしい。これマリノスあるんじゃないかと。ただもう一つ意見としては、ここに来て、松橋力蔵監督なのか、シティフットボールグループという、有望なネットワークがあるにもかかわらず、力蔵監督をここで連れてくるのかと。そういった意見もあったんですけれども、どうですか、DJ トムさんはこのあたり、どちらの意見に賛同しますか？いやー難しいっすよね。だって、シティフットボールグループの方のが、まあちょっと可能性はありそうな感じしますよね。でもなんか、国内から誰か連れてきてもおかしくはないかなっていう。そうですね。まあ、そうなったら、まあ、力蔵監督はありなのかなと思うんですけれども、僕も、やはり、シティフットボールグループのネットワークを活用して、まあ、本当にいい監督を連れてきてほしい。まあ、そっと外部から監督を連れてきてほしいなと思っている派なんですよね。正直、まあ、アルビレックス新潟で、力蔵監督があれだけいいサッカーはしているんですけれども、そこまで、目立、ま、あの、今日、この前はね、ルヴァンカップ準優勝という素晴らしい、結果を残しましたけれども、それ以外の部分で見ると、どうしてもやっぱ J リーグも注意だったりとか、いいサッカー見せてるけれども、なかなか、上位の方に行けるような、プレーって、はできていないわけじゃないですか。目立った成績は残しているわけではないと思うので、そのあたりがちょっと心配な点かなと思うのと、まあ、今、もう、ちょっと、このアタッキングフットボール、マリノス見てる限り、ちょっとなんか、限界が見えてきてるのかなっていうのが、このポゼッションサッカーに、ちょっと限界があるのかなっていうような印象を受けているので、もっとなんか、さらなるエッセンスを加えてくれる外部の監督だったりとか、そういった監督が僕は見てみたいなと思うんですけど、どうですか、このあたり。いやー、まあ、マリノスね、まあ、ほんと過密日程で、いい時のスタイルが見れなかったんで、そうまあ、ですこんね。なにますね、スタイルを失ってるわけじゃないじゃないですか。まあそうですね。はい。まあ、だからやっぱりコンディション面とか、まあ、選手層とか、まあ、でも、まあ、監督を、まあ、変えて、ハッチンソンにから変えて、まあ、あとは補強なしになっちゃうと、やっぱり両ウィングはちょっともうちょっと血の入れ替えが欲しいかなという。そうですね。まあ、あとは、監督の部分が最優先になってくると思うんですけれども、松橋力蔵監督、まあ、ポーズ TV さんも言っていた通り、アルビレックス新潟と、まあ、マリノスだと、選手人件費がまあ3倍ぐらい違うとおっしゃられていたじゃないですか。で、そういったところも含めて、まあ、そういう、まあ、高い人件費を使ってでも、まあ、いい選手だったりとか、連れてこれる、まあ、マリノスの資金力という部分では、アルビレックスよりかは、やっぱり高い。
レベルでそういったところを使えるのかなとは思うので、そこで、まあ、力蔵監督が自分の欲しい人材だったりとか、もっと、個の能力がマリノスの方がもしかしたらあるかもしれないので、そういった選手を力蔵監督が、どういうふうに使っていくのか、調理していくのかっていうところは、もし就任したら楽しみなところではありますよね。まあ、それで言う、そういったところで見ると、川合健太監督ともあるかもしれないですよね。ああ、まあ、川合健太監督も今フリーですもんね。なので、そのあたりの可能性もありますが、果たして、まあ、マリノスはどういう路線で行くのか、このあたりは本当監督人事に関しては再注目じゃないですか。中山社長とかもね、シティフットボールグループと、まあ、西野さんと連携深めるために、イギリスに行って、いろいろと話したみたいですから、まあ、まずはこの監督人事というところが最優先で話して、行く部分だと思うので、海外ってなると本当誰連れてくるか分かんないですよね。いや、謎ですよね。そうですよね。ポステゴグルー監督もらって、正直ちょっと評価落とした段階で来たじゃないですか、オーストラリアで。ああ、そうですよね。で、もうオーストラリアで評価を落とした段階で横浜 F ・マリノスに来て、で、まあ、1年目は非常に苦しみましたが、2年目で、まあ、偉業を成し遂げてくれましたもんね。昔、確かなんか、藤沢かどっかぐらいのハブレラ申告のと、日本とオーストラリアの入り口のシュート見た時の監督ですかね。なんも、ああ、あの時の監督なんだ。ポステゴグルーズ監督のポの字も出てまポステムグルーのポの字もなかったですね。す。で、やっぱ来て、翌年もなんか全然ダメ、まあ、来て初年度も全然ダメだったじゃないですか。そうですね。初年度は全然ダメだったんですけれども、まあ、信念があって、確固たるスタイルが、ポステゴグルーにはありましたから、サポーターも、なんていうんですか、見ていて楽しかったですし、なんか期待が持てた監督だったので、ね、1年間よく我慢して残留なんとかして、2年目のあの優勝があったわけですから、まあ、今後もこのスタイルを、まあ、継続して、スタイルをやっぱ持って継続していく、信念を貫いていくっていうところは重要だと思うので、まあ、このアタッキングフットボールを継承していくのであれば、まあ、アタッキングフットボールは継承しつつ、さらなるやっぱりなんていうんですか、エッセンスというか柔軟さというのを取り入れてくれる監督が来てくれると、最高ですよね。まあ、戦術を結局言っては、まあ、遂行できる選手がいないと意味ないですが、まあ、あの年はいましたよ。優勝した年は。そうですね。まあ、優勝した年はポステゴグルーがね、ブラジル人路線に一気に切り替えて、マルコスだったりとか、エジガルとか、あのあたり連れてきて、まあ、非常にフィットして、ポステゴグルーのやりたいサッカー、まあ、チアゴもね、フィットしたり、来たりとかして、やりたいサッカーが、ポステゴグルーのやりたいサッカーができていたので、まあ、そのやりたいサッカーを実現するために、その選手を連れてくれば、その役割が、まあ、西野さんにの役割になってくるので、まあ、この西野さんが加入したということは、まあ、監督もやりやすいんじゃないですか、非常に。まあ、そうですね。まあ、新しいちょっと風が今日入ってきて。はい。昨日でしたっけ？昨日リリーですね。はい。ス。あとはあれじゃないですか。やっぱ J リーグファンが注目するキーパー大騒動。あ、キーパー大争奪合戦。まあ、このあたりで、名古屋がね、記事出てましたけども、シュミット・ダニエル、DJ どもがずっと言ってた、シュミット・ダニエルの獲得を、もう画策してると。まあ、でも名もう、古屋、なんかシュミット・ダニエルっぽいなって感じですよね。シュミット・ダニエル、あとは今日ミルワカも見ましたけど、シュミット・ダニエルがまだ欧州に留まりたいということだったら中村浩輔。あ、まあ、中村浩輔なんかマリノスも関心示してるみたいな噂みたいなの見ましたけどね。そうすはないですよね。そうそすうははない。ないです。申し訳ございません。そうすはないですが、まあ、中村浩輔とかね、マリノスなんか来た、合いそうですけどね。なんか悪くて、あとは、小島選手がいなかったと、アルビレックスに行かった。そうですね。これコーズ TV さんとのコラボでも話してましたけども、ずっと準決勝まで、阿部選手、まさし力蔵監督使い続けていて、断固として小島選手はカップ戦で使い続けてこなかったと。で、決勝どうなるのか、このあたりが注目されると、コーズ TV さんと話していた中での阿部選手の起用、そして小島選手ベンチ外。これは、ちょっとベンチ外は予想外じゃなかったですか？さすがに。ルヴァンカップのあの時にいろいろX 見てたんですけど、はい。これも小島移籍のフラグ立ってねえとしましあ、やっぱり、ざわついてたんですか？た。ざわつ。いやー、これはフラグ立ちますよね。さすがにね、やっぱりベンチは入れますよね。この PK 戦とかも考えれば、小島選手のベンチ入りっていうところは、普通だったら考えられるところ、ベンチ外ということは、もうこれ小島選手いなくてもやっていかなきゃいけないんだよっていう、
松橋力蔵監督からのメッセージだったんですかね。いや、これだって僕らのチャンネルだったら、まあ、僕らのチャンネルだったら、普通に ルヴァンで使ってても、もしね、それこそパクイルゲルとかが一番いい時にいたら、絶対出してほしいって、ぶち切ります。サポーターからして、サポーターだったら無事、なんて、ってなっちゃいますよね。しかも、あれ、1点目ビルドアップじゃないですか、完全に。阿部選手の、そうですね、完全な、阿部選手からのミスで失点をしていたので、まあ、仕方ないですけどね。まあ、あれが小島選手ビルドアップたけてるし、っていう、なんか、わーって言って、しかも、イライラしても、千駄ヶ谷傾斜機あれ。千駄ヶ谷、はい。何も最寄りに居酒屋があまりないという。何もない。確かに、千駄ヶ谷は何もない。セブンイレブンはあるけど。イライラを聞く新宿まで持ち越すことになる。新宿までイライラしながら歩くしかないっていうね。ただまあ、本当ゴールキーパー、小島選手はちょっと浦和レッズとかありそうな気がしますけどね。まあ、それこそパクイルギュ。まあ、パギー、もう、どうなんですかね。謎のエスパルスの最後優勝決まった時の、見ました最後セレモニー。見ました、見ました。権田選手が拗ねた子供みたいな出てる。マジ？権田選手がなんかみんなで写真撮ろうとか、多分来てなかったんですよ、一人。ゴンちゃん？そう、で、なんか乾がもう、ゴンちゃん、ええってそういうの、みたいな。みたいな。でも、権田が拗ねた子供で。で、だから、なぜか、写真撮るよって言って、必要のないタオルを持ってくる、ベンチから。ゴンダ選手？権田選手が拗ねた子供みたいな。なんですねてたの？わかんない。怪我して多分、なんかよ、何試合か出てなかったんですよ、ここ数日。その直近の試合も出てなかったの？そうです、そうです。沖選手がずっと出てて、しかも沖選手も鹿島までずっと出てたじゃないですか。そうですよいや、ね。パフォーマンスも良くて。はで、なんか、それが、なんか、インスタでもなんか、エスパルスに関わる皆さんおめでとうございます、みたいなこと書いてい。権田選手？て。権田選手書いてて、なんか、それを X で見てたんですよ、僕、いろいろ、権はい。田とか、ケンシラが。権田のストーリーがいちいち鼻につくんだよな、って書いてありました。いや、権田選手はね、ちょっとなんかいろいろ、物議を醸す行為が多いですよね。なんかボールボーイからボールゲットのボーンとか言って思いっきり 殴り返す。そのまま来れば、全然普通に写真撮れない。なぜか厚手のタオルだった。エスパルスとかも何も関係ない。厚手のタオルを持って。エスパルス優勝みたいなタオルじゃなくて。そう、お気に入りのなんかタオルみたいなもん。普通のタオル。そうだろうって。で、普通の服。写真もなんか後ろで撮ってたエスパルスのキャラとめっちゃ被ってました。どんだけ映りたくないね。いや、ほんとそんな感じですよ。めちゃくちゃ切れてるやん、権田選手。だから貢献できなくて、なんかちょっと気持ちが、メンタルコントロールができてないのか、なんか、だから頭とどっか移籍するかまあ何か腑に落ちないことがあったんでしょうね。まあ怪我して使っても、怪我して、もちろん出れなかった。自分は貢献できなかった。これだけ今まで自分は貢献してきたのに、これ優勝のタイミングになって俺出れねえのかよと。まあそういうね。なんかむしゃくしゃくした感じがあって、謎のタオル持ってくると。で、ジェネレーションギャップなのか、ちょっとエスパルスの話オンになっちゃうんですけど、はい。おーって感じで、シャーレの。はい。なぜか、ゴール裏の時に、秋葉監督が、おーっていうのを自分でアレンジして一周しました。おーって、一周回る、なんかめっちゃ、なんか面白い動きした。ぜひ、それは X で見れますか？ X では見ます。X で見えますので、秋葉監督もしくはエスパルスで調べていただいて、その映像は。おーで、秋葉監督、待って。いや、本当監督は愛されるか、愛され監督ですよね。いや、でもあれじゃないですか、権田選手もそうですし、あとは J リーグの、なんかやっぱりね、マリノスのネタだけじゃなくて、玉突きがいろいろ起こりそうな感じしますけどね。そうですね。本当に玉突きがいろいろ起こりそうですし、コンサドーレも降格可能性非常に高いですので、いい選手揃ってますから、あたりからも引き抜けるんじゃないかなと思いますし、まあ、スパチョーク選手がなんかも名古屋に移籍、興味持たれてるみたいな記事も出てましたので、それこそあれじゃないですか。松橋力さんになったら、ユース組がいろんなところにいるから。まあそうですよね。はい。それもなんか一気にそっちに舵切ってきそうな感じしますけど。まあ、そのあたりも、まあ、力蔵監督になるのかとか、まあ、はたまたシティフットボールグループのコネクションを使って、海外の監督を連れてくるのか、ここで全然そのマリノスの補強の仕方だったりとかも変わってきますよね、多分。いや、これだって、
松橋力蔵さんだったら、今一般で働いてるマリノス球児の子たちもなんかちょっと身が引き締まるんじゃないですか。絶対にねえだろ、お前のよ。ポッドキャスト出てた。クリーニング屋だろ、あいつ。いや、身が引き締まるじゃないですか。そのアイスケでも、そうですアし。イスケも呼ばれるかもじゃないんだよ。一般で働いてるやつもし。いや、もう、ね、一般で働いてる人たちも、もう本当引き締まるんじゃないですか、それは。リキさん、リキさんじゃない。いや、でもね、そういったニュースがいろいろ出てくるんですけど、でもマリノス出ないですからね、なんか情報が簡単に。そうですね。情報統制すごくしっかりしているので、あまり情報出てこないとは思いますが、こういった噂だったりとか情報ですね。確認次第、僕らも随時。確認せずに、ちょっと出たら上げていくっていうことです。そうですね。ちょっとでも出たら上げていければとは思いますので、まだシーズンは続いていきますが、残留争いもですね、真っ只中ということで、まずは残留確実に決めて、来シーズンの話ということになってきますので、降格なんてしてしまったら、また180度この方針変わってきますからね。いや、逆に取られるんじゃないですか。いや、逆にもう草刈り場になっちゃいますので、絶対にそれだけは避けたいので、まずは残留を決める。で、ACL、ブリラムユナイテッドを倒して、トス戦、アウェイでありますので、ここしっかり勝って、残留をもう本当に、手中に収める。ここが最優先事項となってまいりますので、引き続き僕らも、更新、頻繁にやっていければと思いますので、チャンネル登録、いいねの方、よろしくお願いいたします。今日は一日祝日なんで青空見ながらラファエル・エリアス欲しいなって思い続けて一日過ごしました。ファイルエリアス欲しいなーじゃないんだよ。ずんの言いようすな。ずんの言いようじゃない。ガラーンじゃないんだよ。なぁ、海外から欲しいなぁ。ラファエルエリアス欲しいなーって、伸びたかよ。ドラえもんじゃないんだよ。ありがとうございました。